今日は乳児院さんたちもお話し会だったけど会えた。なんか一回すれ違ったんだけど、私あの人見知りとコミュ障を発見してもう目もうやーやーしか言ってない。なんかね、誰かわかんない、誰に2人ぐらいとすれ違ったんだけど、なんか顔も見れなかったし、もうこういう角角でこうなんていうの、こういう接触だったから、あの全然もう顔も見れなくて、最初スタッフさんがと思って「あいやいやいや」って言ったらニャージョイちゃんで「あいや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 」しか言ってない、「はまは」しか言ってない気がします。私次からはちゃんと挨拶させていただきます。やっぱちゃんとね、挨拶は大事なんで。ダメだよね、先輩が挨拶しなかったら。そりゃね、もう挨拶は先輩後輩関係ないから、ちゃんと先輩からも挨拶しなきゃいけないと思うので、ちゃんと次から目を合わせて頑張っておはようございますって言いたいと思います。頑張ります。やっぱやだやだ、手振った方がいいね。おはようおはよう、よしこれでいこう、頑張ります。目を合わせるところから頑張って、顔を向ける、ちゃんと顔を向けて目をちゃんと合わせるの頑張る。応援しててみんな。のもね、イコノイフェスの時でもこれ考えてて、もう超大変だったんだよ。で、案の定、さやちゃんに、この前さやちゃんがね、うちん家に来たんだけど、その時に、やっぱりイコノイフェス、違う、日比谷の24ガールズの時に、やっぱサナツンさんとミーニャさんは話しかけにくかったですって言われて、おっと、そんなんダメじゃないか、そんな話しかけにくい先輩なんてダメじゃないかと思って、ちゃんと挨拶しようと思ったよね。いや、違うんだよ。多分顔がこんなだからね、本当に。あ、ダメなんだよ。顔がもうちょっとこうやってこういう顔してたら、あ、優しそうって思われるかもしんないけど、こういう顔じゃん。だから今絶対怖がれてたんだよね。プラスこれでフランクにさ、あ、おはようおはようって言うタイプではないからさ、もう本当に頑張る。次こそちゃんと頑張ろう。おはようおはよう、よしこれで頑張ります。もうね、私もうずっと言われてる、話しかけにくい顔してるよねってすごいディスられるんですよ。もう今となってはすごく仲良くなった友達全員ね、全員仲良くなった、中学校とかも、小学校はなかったけど、高校とか、高校、大学、あとイコラブとかノイミーちゃんとかはやっぱりね、話しかけにくいってすっごい言われる。顔をニコニコしてないと、しかも今ってマスクだから口角も上げられないじゃないの、どうしりゃいいの。マジでね、私話しかけにくいんですらしいです。すっごい言われる。大学の時も話しかけにくかったって言われる、言われて仲良くなってから言われるし。頑張ります。